あの制服は後を追ってみよう。おや、お前は確か茅森とか言ったか。尾行ついでに研究棟の中までつけてくるとは、よほど気に入られたものだな。私は樋口聖花、セラフを研究している。そしてここはその最前線となっている科学技術研究所だ。近いうちお前らは私の手のひらで踊ることになる。何？研究の内容が知りたい？いいだろう、隠すようなもんでもないしな。凡人にもわかるように言うと、スパコンによるセラフマッチングシステムだよ。そこの検査台に立って目を閉じて深く息を吸え。お前はすでに会ったことがある奴もいるだろう。意識の根底に眠っているだけ。さあ思い出せ。深く息を吐きながら思い出せ。ただ忘れているだけ。そうだ、思い出せ。どのような数値を弾き出すかな。楽しみで仕方がない。どうだ、未来は見えたか。電子軍人手帳でも体験できるようにしてやろう。暇な時にでも眺めてみるといい。